どうもこんにちは。本日なんですけどね、ポケモンカード開封やっていきたいなと思います。で、今回はですね、こちらまずね、あのポケモンカードの、まあ、ジムバトルに参加してね、手に入れたこのプロモカードパック第7弾と、第8弾、そしてまあ、ちょっとね、優勝して、まあ、1パックとか2パックとかもらったんで、それちょっとね、開封していきたいなと思います。まあ、ここからはね、もうピカチュウ、SAR ちょっとぶち抜きたいなと思います。まあ、ちなみにこれがね、参加賞のこのピカチュウとね、ミュウのカードですね。なかなかいい感じです。じゃあ早速ちょっと溜まったやつをね、開封していきます。あと皆さんよかったらね、チャンネル登録ぜひお願いします。じゃあ早速ね、開けます。まあ、今回ね、第8弾かな。第8弾のカードには、なんか、技マシンマシンっていうカードがあるということでね、もう目玉。技マシンマシン。自分の山札から技マシンのカードを3枚まで持ってこれるっていうカードで、まあ、それは結構ね、もうメタモンどんだけでんねん。メタモンやばいな。3連続メタモンね。っていうカードで、技マシンマシンはかなりいいんじゃないかなっていう、そんな感じです。メタモンじゃなくて、博士ね。ミガルーサーで、まあ正直ね、あの去年の今頃ってあの月明かりの丘みたいなカードがあったんで、あれ1個2000円とか3000円で売れたんですよね。だからそういうカードがまあ今んとこはないのかなっていう感じです。そう、すごい釣り竿はまだいいんじゃない。釣り竿か、まあ、すごい釣り竿のプロだからエーススペックで出ますし、結構楽しみですよね。こんな感じで結構揃ったんじゃないかなと思います。じゃあ次、第8弾のこっち行きますか。シャキーン、ちょっと待って、おっ、そうそう、ジェットエネルギーが再録されたんですよね。これはね、めちゃくちゃ嬉しいよ。これはデッキにね、入るパターン多いから。おー、ジェットエネルギー2枚は、これは熱い。めっちゃ熱い、これは。ジェットエネか。これ嬉しいな。あの、ジェットエネルギー一時期ね、なんか500円買い取りかな。なんかそれぐらいしてたんよな。お、ベラカス EX。逆さまドロー。自分の山を上、下から3枚いくね。サイコキネシス。相手のバトルポケモンについてる燃料をかける。90か。お、来た！これか。技マシンマシン。自分の山札から名前に技マシンとつくポケモンの道具を3枚までで相手に見せてくれたり、バースとして山札を切る。いいね。これが結構ね、嬉しいカードで。まあでも、どうなんやろな。使われるんかな、技マシンマシン。面白いな、名前が。おへ技マシンマシンね。おガバルト、ぶつかる。大砂嵐。大砂嵐ね。なんか、トータイプってダメガンバナマク系多いっすよね。ディンルーとか。おっ、あー、これも嬉しいね。鉄の包み、ハイパーブロワー。鉄の包みはね、結構いいんじゃない。あっ、おへへ、前回、博士やったんで、今回はボスか。まあ、これも完全に使うカードなんで、まあ、結構プロモパックっていうのが初心者に嬉しいカード多いっすよね。おお、うん、今回ね、ジェットエネルギーとか、鉄の包みとかボスの指令ということで、かなり初心者向けのカードなんじゃないかなっていう、なんかそんな感じではありますね。おー、ジェットエネルギー。ジェットエネルギーね。あ、ちょっと待って、8段1個混ざったぞ。7段1個混ざったわ。メタモン。あ、でも大体8段出たんじゃないかな。全8種類やからね。ガバルト。ボスの指令。はい。最後何が出るかな。鉄の包み。ベラカス。まあ、ということで結構今回全8種類ということで、まあ、大体出てくれたんじゃないかなっていう、なんかそんな感じありますけどね。あ、でも全部は出てないんかな。なんかまだ2つぐらい出てない気がしますが、まあそれでもいいんじゃないかなと思います。まあ結構ね、ジェットエネルギーとか技マシンマシンが当たってくれたんで、まあ、かなり当たりなのかなとか思っちゃいますけどね。こんな感じです。よし、じゃあね、こっからが本番ですね。超電ブレーカーいきます。
もちろん狙いはピカチュウで、ね、SAR いきます。いやーここでねバラパックでピカチュウできたら熱いよ。あでもなんかこれはテラスタルかな、めっちゃ光ってるなこれ。ギラーメ、これテラスタル、テラスタル、おーおーおお綺麗、シャリ立つね。冬打ちポンプシナバールは、まあ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 いいんじゃないですか。いやちょっと光り方でね SR と、あで今回これちょっとね見てください、これなんかこのねえわかります、ちょっとなんかここがちょっとあれなんですよ、きつくなってて、ほら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 、だからこれちょっと最後にしよう、もしかしたらなんかレアパターンあるんじゃないかなっていう、なんか小学生ぐらいの時そんなこと思ってましたけど、あーこれノーマルかな、残念。よしじゃあいきます、超電ブレイカー、ちなみにこれ180円なんで4パックで720円するからな、720円分開封してるから俺。おっクレヨン、あでも720円で外れちゃうんか。じゃあラストいきます、来い短期で、あーほいこれ、あー残念。ということで、あの最後までね見てくださってありがとうございました。まあ今回ちょっと外れちゃったんですけど、まあまあまあって感じですね。悔しいな。ということで、ね、最後まで見てくださってありがとうございました。またやっていくんでね、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ではじゃあねー、バイバイ。